どうもこんにちは、ドクトレーナー翔吾です。それでは内容に入る。その前にオンラインサロンでは楽しくやらせていただいてます。今ねメンバーさんどんどん増えております。ズームでトレーニング、ズームで相談の方もやってます。もしよかったらね入ってみてはいかがでしょうか。ということでね、はい、内容の方に移っていきたいと思います。しつけがうまくできず心が折れそうです。はい、めちゃくちゃざっくりした感じなんですけども、でもね、しつけがうまくいかず心が折れそうですっていうのはね、もうなんかものすごくこう正直な感想っていうか、みんな通る道なんじゃないのかな。自分的にはね、育児ノイローゼがあるのと一緒で育犬ノイローゼがねあるんじゃないかって自分もねよく話をしてるんですけども、しつけがうまくいかない困っていることっていうのはね、何も悪いことではないです。ワンちゃん飼った時にもちろんね、初めてワンちゃん迎えて何の問題もなく育てられることの方が多分かなり稀だと思います。大体皆さんいろんなところで行き詰まって、いろんなトレーナーさんしつけ方法を試してうまくいったりとか失敗しながらね、お互いの関係性をね考えていきながら、どうやっていったらより良くなるんだろうということを考えていくんだと思います。とはいえですね、やっぱりしつけの中でもね、やっぱり特に何につまずきやすいのかっていうところからの話をしていきながら、もしその中でね参考になる内容があればいいかなと思うので、ちょっと片っ端から思いつくところを答えていきたいと思います。まずはトイレですね。トイレに関してで言うと、自分の中では環境が8割、あとの2割は何かって言ったら、まあ運動だったりとかね、接し方になってくるんじゃないかなとは思うんですけども、大体そのぐらい言っちゃっていいぐらい環境で決まってくると思ってます。自分の場合トイレを教えるときは適切な広さが必要ということで、広すぎてもダメ、狭すぎてもダメ、一番はワンちゃんが理解しやすい広さにしてあげるっていうことと、あとは、運動ですね。運動を入れてってあげることによって興奮をしにくくなって落ち着いてくると、大体うちでもねトイレって落ち着きのない子たちが失敗しやすくて、いろんなところうろうろパッパ走り回ってるうちにパッパパッパおしっこしてっちゃって、なんかトイレがでたらめになっちゃったっていう子たちが非常に多いようなイメージがありまして、おとなしい子がすげえ冷静にトイレ外すっていうのは、まあ中にはねこうな大きい子しながら歩いちゃったりとか、おしっこ一応ねシートの上に乗ってくれるんだけどちょっとだけずれるみたいな子たちはいるんだけども、ただね、本当にトイレっていうのはエネルギーとの関係性も非常にあるんじゃないかなと個人的には思ってます。なので、環境を整えてってあげて、サークルの中でできるかできないかで、できないのであればサークルがもしかしたら狭いのかもしれないし、何らかのこだわりがある可能性もありますので、環境を整えていくっていうところで、最初はねどんな手を使ってもいいからね成功させてくださいって話をするんですけども、まずはねそこからちょっとずつね、トイレでもし悩んでるんであればやっていただけたらいいんじゃないのかなと思います。トイレの動画もねたくさん出てますので、もしよかったらね参考にしてみてください。2つ目ですね、お散歩に対して困る時もあると思います。まあ苦手になっちゃうパターンっていうのは、ちっちゃい時にね病気や怪我をしてしまってお散歩に出られる時期がちょっと遅れてしまったりとか、あとはねもともとねちっちゃい時から外に対してちょっとビクビクしたりしてる時に、外に連れ出したりすることを多く取れなかったりするとね、忙しいとどうしても後回しになっちゃうことってありますよね。その中でね慣れなきゃいけない時期を逃してしまってお散歩が苦手になっちゃったっていう子たちもいるのではないのでしょうか。歩いてくれない時に大事なことっていうのは、無理に引きずって散歩に連れていくわけにもいかないんですけども、でも行かなければ慣れてはいきません。じゃあどうしたらいいのって言ったら、外にいる時間を長く取っていく、お散歩っていうほど行けなくてもいいから必ず外に出して、1時間って決めたら歩かなくても構いません、とりあえず1時間外にいましょう。そういうところからねワンちゃんに慣れていってもらうしかないのかなと思いますので、ぜひねそんな風にしていただけたらいいんじゃないのかなと思います。逆に引っ張っちゃうよっていう子たちの場合は、運動を入れていく形ですね。お家の中でボール遊び、お庭で遊んであげてからでも構いません。最初に遊ぶとね、引っ張ったりとかそういう行動っていうのはある程度抑えられる可能性があると思いますので、ぜひそんな風にしてみてください。でワンちゃんがねもしね吠えちゃうよっていう時にも一緒なんですけども、運動がやっぱりね足りてないとイライラすると吠える、もしくは、カラオケに人間が行くのと一緒で、ストレス発散の一環になっている可能性もあります。またね、エネルギーを体の上に溜め込むと神経がバリバリ張ってくるから、反応しなくていい元にまでね反応するっていうことが出てきますので、運動を入れていくことが先になっていくんじゃないのかなと思うのと、あとはね吠えるのダメって教える前に、例えばね暇にしてると吠えちゃう、やることないと吠えちゃうっていう子たちもいますので、例えばね、自分たちがどっか出かけるときに寂しくて吠えちゃうんであれば、吠えるのやめさせようじゃなくって、自分たちが離れると寂しくなる、つまりはマイナスじゃなくて、自分たちが出かけるときに例えばねご飯を減らしたりとかしていきながら、コングで与えるようにしていく、あ人がいなくなると美味しいものもらえる、あこういうこと
ことがもらえるんだやれるんだっていうことで、人がいなくなるイコールプラスなイメージをつけてあげると、もしかしたら声に関しては違ってくるかもしれません。4つ目ですね、甘噛みに関してなんですけど、これも引っ張り合いっこなどでね、エネルギーの発散を図ってってあげないと、そもそもね、いいとかダメとか教えてても、興奮の高い状態ではいくらダメって言ってもやめるには至りません。で、中には噛んで遊ぶことがね好きな子たちも中にはいます。なので、やめさせる前にいっぱいね甘噛み、例えばヒップロープの引っ張り合いだったりとか、今後やらせてあげたりとか、あとはね、エネルギーの発散ですね。例えば、いっぱいお散歩した後に帰ってくると、すごいだるそうに頑張って口開いて噛んでくる子っていないと思うんですよ。大体の子が、自分たちが帰ってくると元気いっぱいで尻尾振って喜んで甘噛みしてくるとかね、噛んでくるっていう子たちが多いと思いますので、ワンちゃんたちはね、とにかく人とコミュニケーションが取りたい、何かしたい、暇な時間が嫌なんだっていう意思表示の一つとして、発散で出ちゃってるのと、あとね、歯がむずがゆいからっていうのもあると思いますので、噛むものはしっかり準備してあげて、あれダメこれダメ言う前に、ダメって言われてもワンちゃんってやめようがないと思いますので、あ、これはしてもいいんだを教えてってあげながらね、例えばガムだったりとか、そういうね、ワンちゃんが噛んでね暇つぶせるものを与えてあげるといいんじゃないのかなと思いますので、ぜひそんな風にしてみてください。はい、というわけでね、心が折れそうなぐらい苦しい時に、無理して全て私が向き合う必要性っていうのはないと思います。それこそ人によって気持ちもやっぱり強くて向き合える方もいれば、ちょっとのことでやっぱり気持ちが、やっぱりね揺らいでしまう方もいらっしゃると思います。そんな時にはね、トレーナーさんに頼ってもいいと思いますし、またね、向き合うためにであれば一時的にトレーナーさんに預ける、つまりは戦略的撤退ですね。本当にね、無理して戦って折れちゃうよりは、一旦自分が逃げて整えてまた戦うための準備をするっていうのは非常に大事だと思いますので、ぜひね、無理して向き合うのではなくてね、トレーナーさんのとこでも構わないし、犬の幼稚園保育園やってるところでも構いません。トレーニングしつけ目的じゃなくて、ただ遊ばせてもらうだけで預けるだけでも全然違います。なのでね、一旦距離を置いて冷却期間を置くこともすごい大事だと思いますので、すっきりさせてからね向き合うのも決して悪くないと思いますので、ぜひ皆さんもね、自分の気持ちとね、上手に、ワンちゃんとだけじゃないですよ、気持ちとも上手に向き合ってみてはいかがでしょうか。